x, y, z 遠い線の入った解局面数学特に位相置科学における局面は二次元位相対応体である最もよく知られた局面の例は古典的な三次元ユークリッド空間 R3 内の立体の境界として得られる局面である例えば球体の境界としての球面はそのようなものの例になっている他方でクラインの壺などの特異点や 自己交差を持つことなしに三次元、ユークリッド空間に埋め込み不可能な局面というものも存在する。局面が二次元であるというのは、それが二次元の座標形を入れた座標付きの切れ端の張り合わせになっているということを指し示している。例えば、地球の表面は二次元球面であり、経線と位線はその球面上の二次元座標系を与えている。様々な例を見てみることで、 一般的な曲面の概念と曲面概念がいかに多様で豊富であるかがわかる。どんな形式的定義によっても、この多様さを包摂することはできないだろう。以下では、曲面とは、第二加算率を満たす二次元の多様体とする。より正確には、位相的曲面とは、ハウスドルフ空間であってその任意の点が、二次元、ユークリット空間、E2 の回収後あるいは、 E2 の半平空間の回収号に同章な解禁棒を持つもののこととする。E2 の回収号に同章な解禁棒を持つ点全体の集合はその局面の内点集合と呼ばれ、これは必ず空でない。内点集合の補集合は境界と呼ばれる。こちらは一次元の多様体、つまり平曲線の合併になる。境界が空集合になっている局面はコンパクトなら、平局面。 コンパクトでないなら、開局面と呼ばれる。閉じた連結な局面の位相同形類については完全な分類がある。そのような局面は次の二つの無限系列のどれかに当てはまる。したがって、オイラー表数と向き付け可能性がコンパクトな局面を位相同形の限りで特徴づけていることになる。境界のついたコンパクトな局面は、境界のないものからいくつかの交わらない。 平円板の内部を除いたものになっている。コンパクトな局面は向き付けできるか空でない境界を持っていれば R3 に埋め込むことができる。ホイットニーの埋め込み定理によってどんな局面でも R4 になら埋め込める。N 次元ユークリット空間の中のあるいは一般にリーマン計量を持った局面の面積については体積要素で説明される。リーマン面上の計量については 保安枯れ計量を参照のこと。以下のように矩形の辺を矢印の向きが合うように貼り合わせることで色々な曲面のモデルができる。実際に布などを切って貼り合わせて作ろうとすると、球面は普通に作れる。トーラスはどちらかの貼り合わせが先でもう一方が後になって、ドーナツ型になる。コンピュータ RPG で地面がこのようにトーラスになっているものがある。 ということが時折話題になる。実写 A 平面とクラインの壺は面の表と裏を区別できない。クラインの壺は3次元では自己交差なしに作ることができない。一層機化学的な意味において平局面は基本多角形と呼ばれる偶数個の辺を持った多角形の向かい合う辺同士を同一視することで構成できる。この構成は N 個の異なった記号が2回ずつ、プラス1か。 マイナス1の指数付きで現れるような長さに n の文字列で表すことができる。指数マイナス1は対応する辺に基本多角形全体の向きとは反対の向きを振ることを示している。上の模型は次のように書ける2つの曲面 m、m が与えられたとき、それぞれから円盤を切り抜いてできた円を貼り合わせることで2つの曲面の連結は mm が得られる。 以下の記号を使うことにする、ことのとき次が成り立つ、略記法、nm イコール mm、m、0m イコール s も用いられる。平局面の系列は次のように書ける、これまでの局面と、大数局面とは区別する必要がある。一といな複素遮影大数曲線は、実数体上なめらかな局面になっている。複素数帯上の大数局面の実多様体としての、次元は4になる。 ありがとうございます。